さあ、それではですね、女子の決勝参りたいと思います。女子の明かり VS 清水希容、女子決勝、前回の横浜大会の再現ですね。リベンジになるか、清水希容返り討ちできるか、お勝負。後ろ明かりを止められるのか。ここで止められなければ独走しちゃうわよみたいなね。後ろ明かり、清水選手ね、だいぶ立ち姿がスクエアになってましたね。以前はムーンウォークのようなね、はい、もう どうやってそんなに歪んでるのっていうの立ち方をしてみますしたが、清水希容選手だいぶちゃんとまっすぐ立ってますね。はい、清水選手といえばね、印象的なセットアップ、2つが横向いてるんですけどね、一旦ここでセットをしてからのこうテイクバック中に手のひらをボードにしっかり向けてるので、はい、違和感はないね。でももう清水選手もね、このフォーム長いのでね、もう本人のルーティンを決まってます。さあ、ポップがラップがインナー出てきました。あ、清水今日もね、いいコースしましたが届かず。セットアップはね、グリップ確認、まあまあいろいろありますよね。グリップ確認する人もいるでしょうし、まああとは目的物に向けての指針でもありますね。さあ、女子はね、ルールがパッドブル、ブルのブルで得点を削るという、男子とは削るナンバーが、横浜大会では星野あかり選手に敗れましたが、今日はどうだ。今日ね、大城あかり選手が勝つことになれば、もう独走体制に入る。夏を待たずして独走体制というのはね、大城あかり初めてのことでね。ですけどね、大城あかりがこの辺から魔人となるんじゃないですか。
どうした。これは少し厳しいのか。ああ、どうした。静かすぎてクローズアップされますけどね、はい、静かすぎるんですよね。なので応援もちょっと遠慮してしまいがちです。選手がセットアップに入る前まではね、応援していいよ。肩の荷が降りたのか、いいリズムでパッと。さあどういうチョイス。ブルからの60ですね。これは大城あかりのアレンジ、見事。いやー、大城あかりいいですね。先行のゲームを、そして清水先行のゲーム。まあまあね、応援ですから、それはね、いいと思いますよ。このマナー違反の応援じゃないのでね、きちんと投げる前はきちんと声かけてませんので。さあ、ここでスルマ。20で決まれば B。 に行って追撃を止める感じで、カットに。さあ加点からのもう一本ですね。ピッですね。
あそこにつけるとトリプル絡みづらくなります。こ向けば入らず、そして清水選手17をカット、加点までいければビッグラウンド。うん、ここで、痛恨のうまく、さあ大城あかりはこういうところ見逃しません。うん、また上につけたが、うん、こうなりますよね、乗っかりました。さあオーバーしてきましたね。少し今ためが長くなりましたね。17クローズ、うわー、これもミスだ。これで大変なことになりました。さあ後ろあたり20カットからの展開、ここで嫌なことしてきます。やはり勝負師ですね。ミスを見逃さない女、大城あかり、徹底的に突き詰めてくる大城あかり。さあこれは加点、今タイミング合いましたね。これもあったんだけど、さあもう一回、もう一回ですかね。いや17なのかな、ここ迷いどこですね。カットいくのか、カットいった、決まると後が楽だ。え、これで17、わけわからない。ちょっと押し上がりの戦略が少しちょっとわからないですね。さあ20、少しためが、タイミングがずれてますね。これでカットからの加点決まれば、あ、ビッグランド。まあまあ、わけわからない。いやいや、わけがわからないというのは、まあまあ、カットと加点の違いなので、そのまあセオリーではないですよね。やっぱり20を加点カットできるタイミングでしたんで、だからセオリー的にはね、ここはもう16をカットして余れば17で加点っていうのが、まあセオリー的にはオーソドックスなんですけどね。果たしてどんなことするのか。加点ですね。で加点からのこの15オープンビッグランド。さあ大城あかりビッグラウンド決めてきました。
分しましたが、こちらがりっこはブルー3本、楽な展開。半端ない押し上がり。さあブレイクで、次は大城から先行のクリケットとゲームは移ります。揺すつけませんね。いいダーツし打ちます。いいダーツ打ちまんがな。さあそして20から1本。さあここでセブンマン最高のスタート。さあこれで19からビッグラウンド、ね、そしてビッグラウン馬突き。お見事。これはさあ食い下がります。さあきっちりと3投で追撃の目を断つ。おしゃ、さあオーバーまでですね。さあ加点からのカット、カットからのカット、じゃなくブル、どうしよう。大城半端ないって、あいつ半端ないって、いない一本でできひん、めっちゃ優勝です。これで2戦優勝ですよね。3連勝ですか。いやー見事。調子いいですね。
したね、あでもあの応援がすごく今日はあの力になった感じでした。特にでしたね今日は、ね、はい、ね、強くてね応援もいっぱいでね、いやいや今日だけです。いやいやいつもすごいじゃないですか応援。いやいや今日だけです。ファンの対応もね素晴らしいし。いやそんなことないです。そんなことありまんがなさあね、僕もいつも楽しみにします。皆さんの大城あかりを独り占めできる空間ですからね。思ってない思ってない。いやいや思ってまんがな思ってまんがな、半端ないっすよマジで。ほんとね、こう綺麗でダーツが上手くて、ね、ファン対応が良くてちょっと天然もう人気出る要素もう間違いないじゃないですか。いやいやいや、もう、ね、すいません、ありがとうございます。さあそしたらですね、いつものいつものキーワードなんですけどね。そうですよね。これは今日のお土産だったんですか。あ、お土産ですね、お土産。そうそうそう、KZ そう、KZ のですね、松本伊予ダーツ、そして松本伊予フライト。なるほどね、これですよ、これ、これキラキラしてますね。はい、すごい投げやすそう、投げやすそうなんですよ、はい、これ投げたらもっとありますよとか言ってもって第15戦のプレゼントですけどね。あ、そうですね。男子の方はですね、上原選手がね優勝してこうキーワードをね、キーワードジャイアンだったんですよ。あ、ヒントになりましたか。なるほど、静香ちゃんとか言っときますか
ジャイアントです。あ、じゃあジャイコで。ジャイコ、いや本当？はい。本当いいですか？ジャイアントジャイコ。お世話になってる人とかこう。いやもうジャイコで行きましょう。あ、本当ですか？はい。こう推し、こう今日応援してくれたファンの名前。そうですよね。はい、もう。ジャイコで。はい。はい、そうということで、大城あかり選手のキーワードはジャイコ、はい、ジャイアン、ジャイコで。わかりやすい。はい。素晴らしいですね。どうですか。じゃあもうこのまま今日は一泊して明日沖縄に帰る感じですか。いや明日も実は出ます、トーナメントに。あ、明日出てですね。はい。明後日帰る感じで。明後日イベントで。あ、明後日火曜日に帰ります。もうねイベントも取れないんですよ、スケジュールいっぱいで。いやいやそんなことない、そんなことない。もうだいぶ貯金たまったでしょ。いやいやいや、もう溜まってないです、全然溜まってないです。どこに使うんですか。ください。いやしょうがないなもうしょうがないなみたいな感じで、はい、相変わらずねこうね、あの素晴らしい大城あかり選手の優勝でした。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ早くも独走態勢入ってますが、はい、もうこのままずっと優勝し続けてください。そして2人の空間を大事にしましょう。本当ですね。はい、ということで、大城あかり選手見事優勝を飾りました。キーワードはジャイコということで、はい、はい、それでは次回のパーフェクトは4月1日大阪ですね。あ、男子だけですね。男子だけですね。その後の PT 200はいつあるんですか。7月下旬の熊本。あ、熊本ですね。はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。それでは見事優勝を飾った大城あかり選手、それではカメラに向かってさよなら。さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。